車作りのスペシャリストを養成する豊田工業学園。高等部と専門部の合わせて249人の卒業生の代表が、トヨタ自動車の豊田章男会長から職業訓練の修了証書を受け取りました。もっと勉強して技を磨いて、もっと良いものを作ってください。その先にきっと次の道があると思います。豊田会長の激励を受けた卒業生は、来月1日に正社員として生産や開発の現場に配属されます。